決勝進出チームの代表者、副代表者の入場です。皆様、今日一番の大きな拍手でお迎えください。決勝進出いたしました12チームの代表、副代表の方々に今ステージに上がってきていただきました。チームのみんなからね、お客さんからも大きな声援届いております。そしてあちらにはずらっとプレゼンテーターの皆様にもお揃いいただいております。さあ皆様、いよいよでございます。はい、いよいよです。今年の福恋アジア祭り2022はどのチームが感動大賞に輝くのでしょうか。はい、今年の福恋アジア祭り2022の賞は、1位感動大賞、2位準感動大賞、3位感動賞、4位福岡市長賞、5位福岡市議会長賞、6位公益財団法人福岡観光コンベンションビューロー賞、7位福岡商工会議所賞、8位西日本鉄道賞、9位 JR 九州賞、10位新日本製薬賞、そして11位タマホーム賞、12位優秀賞が与えられます。はい、全てで12の賞となっております。はい、今年の福恋アジア祭り2022はどのチームが感動大賞に輝くんでしょうか。発表の順番なんですが、毎年恒例でございます。1位の感動大賞から順に発表させていただきますよ。はい、ありがとうございます。そして感動大賞受賞チームは審査発表後、感動大賞の演舞がございます。大賞受賞後はチーム待機場所にてスタンバイをお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。それではいよいよです。感動大賞から発表をさせていただきます。3年ぶりの開催ではありますが、恒例の感動大賞を受賞したチームの楽曲から先に流させていただきまして、発表に変えさせていただきます。それではもう行っちゃいましょう。福恋アジア祭り2022栄えある第1位の感動大賞はこの楽曲です。おめでとうございます。美少女チームの代表者と副代表者の方、感動大賞チームの皆さんには賞状とトロフィーが贈られます。表彰は福恋アジア祭り組織委員会戸田光一郎会長より表彰していただきます。戸田会長、お願いいたします。お願いします。表彰状、感動大賞、美少女隊どもあなたは福恋アジア祭り2022において心躍る演舞で多くの人に元気と感動を届けました。よってその栄誉を称え、これを称します。令和4年11月20日、福恋アジア祭り組織委員会会長戸田光一郎、おめでとうございます。おめでとうございます。そしてトロフィー、おめでとうございます。やったやった、美少女隊の皆さんです。さあ、それでは賞状とトロフィーを持ってくれてる2人に一言ずつ喜びの声もらってもいいですかね。はい、感動大賞ですよ、喜びの声一言お願いします。感動大賞が取れてとっても嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、そしてトロフィーを持っているあなたも喜びの声をお願いします。3年ぶりの開催で感動大賞が取れてとても嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございま す, います。改めて今年の感動大賞は美少女隊でございました。おめでとうございます。
それでは、この後、はい、美少女隊の皆さんにはもう一度演舞披露していただくんですもんね、はい、そうですね。なので準備をお願いいたします。はい、チームの皆さんは今のうちにスタンバイをよろしくお願いいたします。はい、それではどんどん行きましょう。はい、続いて準感動大賞を発表いたします。第2位準感動大賞は JR 九州応援隊、おめでとうございます。JR 九州応援隊チームの皆さんには賞状とトロフィーが贈られます。表彰は引き続き福恋アジア祭り組織委員会戸田浩一郎会長より表彰していただきます。戸田会長、お願いいたします。表彰状、準感動大賞、 JR 九州応援隊との加藤君です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。そしてトロフィーの、はい、今渡されました。おめでとうございます。準感動大賞は JR 九州応援隊の皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ続いては感動賞、第3位感動賞を発表させていただきます。第3位感動賞は草野キッズビッグスター、おめでとうございます。賞の草野キッズビクスの皆さんには賞状とトロフィーが贈られます。表彰は引き続き福恋アジア祭り組織委員会戸田浩一郎会長より表彰していただきます。戸田会長、お願いいたします。表彰状、感動賞、草野キッズビクス殿、加藤君です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあそしてトロフィーでございます。おめでとうございます。おめでとうございます。第3位感動賞受賞、草野キッズミックスでございます。おめでとうございます。おめでとうございます。続きましては第4位、はい、福岡市長賞でございます。第4位福岡市長賞受賞チームは長崎大学よさこい部トップです。おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞ前の方にお進みください。市長賞の表彰は福恋アジア祭り実行委員会実行委員長石川哲也より賞状と盾の授与をお願いいたします。石川実行委員長、お願いいたします。表彰状、福岡市長賞、長崎大学よさこい部トップ殿、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。そして今盾が贈られました。おめでとうございま す。第4位福岡市長賞は長崎大学よさこい部トップです。大きな拍手、おめでとうございます。さあ続きましては第5位福岡市議会議長賞でございます。第5位福岡市議会議長賞受賞チームザ・ショット、おめでとうございます。おめでとうございます。市議会議長賞の表彰は福岡市議会議長伊藤義人様より賞状と盾の授与をお願いいたします。それでは伊藤様、お願いいたします。表彰状、福岡市議会議長賞ザ・ショットドロ、伊賀信です。おめでとうございます。ザ・ショットに今一度大きな拍手を。第5位福岡市議会議長賞ゲットでございます。おめでとうございます。はい、続いて第6位公益財団法人福岡観光コンベンションビューロー賞でございます。第6位受賞チームはサーガです。おめでとうございます。おめでとうございます。財団法人福岡観光コンベンションビューロー賞の表彰は福恋アジア祭り実行委員会実行委員長石川哲也より賞状と盾の授与をお願いいたします。それではお願いします。表彰状、公益財団法人
岡観光コンベンションビューロー賞、サーガ殿、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。そして今盾が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。改めまして第6位輝きました東京都から参加サーガの皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして第7位福岡商工会議所賞でございます。第7位受賞チームは北九州市立大学よさこいサークル桃園です。おめでとうございます。おめでとうございます。福岡商工会議所長会議所賞の表彰は福恋アジア祭り実行委員会実行委員長石川哲也より賞状と盾の授与をお願いいたします。表彰状福岡商工会議所長北九州市立大学よさこいサークル桃園殿、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあそして盾も贈られました。はい、第7位福岡商工会議所賞は北九州市立大学よさこいサークル桃園の皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。さあどんどん発表していきましょう。続いて第8位、はい、西日本鉄道賞でございます。第8位はエントランス点数です。おめでとうございます。お二方前に進んでください。はい、西日本鉄道賞の表彰は西日本鉄道株式会社専務執行役員清水信彦様より賞状と商品券の授与をお願いいたします。お願いします。表彰状西日本鉄道賞エントランス点数殿以下どうもです。それでは賞状の贈呈です。おめでとうございます。そして副賞は商品券ですね。商品券です。商品券贈呈です。おめでとうございま す。第8位西日本鉄道賞はエントランス点数です。大きな拍手。おめでとうございます。続きまして第9位 JR 九州賞でございます。はい、はい、JR 九州賞受賞チームは関西京都今村組。おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞ前の方でお進みくださいませ。 JR 九州賞の表彰は九州旅客鉄道株式会社鉄道事業本部営業部長三浦元道様より賞状とホテル大倉 JR ハウステンボスペア宿泊券が授与されます。それでは三浦様お願いいたします。表彰状 JR 九州賞関西京都今村組との通過動画につき出席いたします。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。そしてペア宿泊券の贈呈です。おめでとうございます。 JR 九州賞受賞しました関西京都今村組です。大きな拍手。おめでとうございます。さあ続いては第10位新日本製薬賞を発表いたします。新日本製薬賞はオーブレンです。おめでとうございます。表彰は新日本製薬株式会社執行役員友口和光様より賞状とパーフェクトワンフォーカススムースクレンジングバームの授与をお願いいたします。それではお願いいたします。表彰状新日本製薬賞オーブレッドの素晴らしかったです。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。そして今クレンジングバームの授与でございます。おめでとうございま す。ぜひ使ってくださいね。はい、あ、その箱全部副賞ですね。わー、ストッパーだ。やった、どうも
すがのリアクション見せてくれますね。第10位大ブレンです。大きな拍手。さあさあ続きましては第11位タマホーム賞を発表いたします。タマホーム賞の受賞チームは超ひらり KDS です。おめでとうございます。タマホーム賞の表彰はタマホーム株式会社代表取締役会長玉木康弘様より賞状とタマホームお茶セットの授与をお願いいたします。タマホーム賞超ひらり KDS の以下同文おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。そしてタマホームお茶セットの授与でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあこちらも大きな段ボール一箱分ですね。第11位タマホーム賞超ひらり KDS です。大きな拍手。おめでとうございます。さあそして続いてが第12位優秀賞でございます。はい、優秀賞受賞チームはそうです大分大学取り天です。おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞお名前をお伝えくださいませ。優秀賞の表彰は福恋アジア祭り実行委員会実行委員長石川哲也より賞状の授与をお願いいたします。表彰状優秀賞大分大学取り天との以下同文です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。第12位優秀賞でございます。大分大学取り手大きな拍手。はい、おめでとうございます。さあということで福恋アジア祭り2022すべての賞と発表と表彰でございました。はい、今年の感動大賞に輝いた美少女隊の大賞演舞この後お願いいたします。ですが皆さん今一度プレゼンターの皆様と最高の演舞披露してくれたこちらの12チームに今一度大きな拍手をお願いします。おめでとうございます。皆さん本当にありがとうございました。さあ今プレゼンテーターの皆様と決勝まで残った賞に輝いた12チームの皆様にご講談いただいております。受賞チームのみんなに本当にね温かい拍手をご来場の皆様ありがとうございます。ありがとうございます。1位